はい、えー、岩流島なんかいろいろカード発表されてますよね。何気に。なんかベラトロージャのロバートジュニアとか出るしな。うん。まあまあ、あれもちょっと楽しみではあるけど、うん。ちょっとだけただ、P、結論 PPV は買わない。うん。なんか、なんかさ、できるか、 知らんけどさ、なんか一試合200円とかみたいな売り方したら売れるんちゃうかなと思うけどね。ぶっちゃけた話。うん。個人的に、ぶっちゃけぶっちゃけ。確か5000円やったと思うねんけど、すべて。うーん。その、んかどうでもいい試合もあるから、それでちょっと っとな、高いなっていう、うん、ところは,はあるし、ぶっちゃけ、もったいないですよね。やり方下手くそやな思いますけどね、正直。っていうのと、ま、あの、この試合の内容としては、1試合目がキックルールで、2試合目が MMA ルール。うん。 まあまあ当然1ラウンド目木村のラウンドにはなるし。でもさ、ヤチも結局、ね、1ラウンド目勝負せえへんやろ。うん。基本、や、今のヤチっ,っていけないから。うん。踏み込めへんから、絶対1ラウンド捨てると思う。とりあえず、逃げる。うん。 で、どうせ2ラウンドでテイクダウンから当然決めるでしょ。もうテイクダウンじゃ、ヤチの勝ちやもん、そんなん。さすがに。うん。結局3分ヤチが逃げれるかやろ。結論。うん。そ、それでしかない。で、なんか判定まで行ったら引き分けやし。で、しかもなんかさ、MML ルール5分やろ。うん、これヤチ有利やな。ぶっちゃけ。3分逃げ、 切れるかどうかやん結論。うん。ぶっちゃけ。賞味。うん。まあ、1ラウンドが当然、焦点にはなってくるわけやん。うん。誰が見ても。うん。だって、家賃も別にそんなアホじゃないやろうし。 うん。木村と打撃戦なんてせえへんやろ、どうせ。とりあえず KO されないような動きをするだけでしょ。うん。で、2ラウンド入ったらそんな余裕で脇差したらもうガチやろ、そんな。余裕で崩せるやろ、そんなもん。うん、別にタックルいかんでも、うん、組んだらガチやろうな。 結論、やちのまあ、引き分けの、引き分けにもつれる可能性もありそうやな。うん。ま、あ一番確率高いのはやっぱ、やちの、ねえ、テイクダウンからの腕十字かチョーク、うん、かな。うん。まあ、ちゃんとしたらなんか、これリングでやんの知らんけど。 俺あんま岩流島見えへんが分からんわ、ぶっちゃけ。リングでやるっていう前提の話、これは。うん。もちろん MMA ミックスルールやからさ、まあまあリングでやるんやと思うけどさ。まあでも、あっきり言ってさ、ヤチは岩流島に出るまで落ちちゃったなって。 っていうところですよ結局のところ。男気かなんか知らんけどさ、普通の現役バリバリのファイターは、うう年末のライジン出るでしょ、普通。はい、以上です。